さあ今日はスタジオに R&B バンドモジョサムの、これドラゴン平畑さんと山崎雅人さんに来ていただいてお話を伺ってますが、さあそのいよいよバンド結成40周年のライブ、今もおそらく向かっていく練習とか大変だと思うんですが、他のメンバーの方もちょっとご紹介しておきますと、ね、ありがとうございます、ボーカルが今ドラゴンさんでしょ、で山崎さんはギター、普通のギター、そうです、前歴ギターですね、それで野田豊さんがベース、ベースギターです、そうです、ベースギターですね、で岩瀬信行さんがドラムで、でヤブさんとおっしゃる YAB とかいうキーボードの方、で上田博さんがブルースハープ、ハーモニカです。そうか、これもまた哀愁が出てええな。コンガがさっきおっしゃちょっと名前出てました高田千鶴さん、女性の方、でトランペットが一番若い谷口忠さん24歳、でもう一方トランペットが酒井敦さん、でトロンボーンが徳丸則夫さん、そしてもう一方トロンボーンが一色玲さん、女性の方、そしてテナーサックスが谷口純一さん、そうです。だからこのバンド12人の中には谷口が2人おると、そういうことですね。呼ぶときにおい大谷口とか小谷口みたいな言い方谷口忠の方は、我々は忠忠忠忠、谷口純一の方は愚痴愚痴、グチさん、グチさん、グチって、読んでます。いろんなニックネーム、そうやな。まあそうやってこう40年やってこられて、それで、ライブいつですか。ライブがもう10月12日土曜日、そうですね、もうすぐなんですけども、来週の土曜日ですね。グッドタイミングです。モジョサム結成40周年記念ライブ、実徳で行われます。実徳ですね。実徳ではよくライブされるんですか。そうですね、もう年間、まあ、何回5回ぐらいは、もう、ほぼ実徳でさせていただいて、私たちがもう憧れるの場所で、ずっとさせていただいてるということで、そして12月にもライブがあるんですけれども、12月7日土曜日、モジョサムライブ、こちらも実徳 で、はい、で、でこれが、野田さんベースの野田さんの還暦記念のライブになるんですね。還暦記念のライブね。ね、なので12月にも行われますので、詳しくは公式のホームページご覧ください。よろしくお願いします。あと、40周年記念ライブの前なんですけれども、10月6日もう明後日ですね。明後日日曜日、これ西本目秋祭りに出演されるということで、南丹市で行われる、その上ですね、村おこしの行事に去年から、そうですね、呼んでいただいて、これはあれですか、もういろんな方々が出演なさる中に、モジョサムの皆さんも、モジョサムの皆さんは、お昼の2時10分からのステージですか。そうです。他にもね、たくさんバンドの方出られますので、そうかそうか、もう本当にみんなで盛り上がって、元気出そうってことですね。そうですね。こんなんあれですか、ほら、こんなとこで呼ばれたりして応援に駆けつけるじゃないですか、スケジュールは全部山崎さんが調整するの。いやそんなことないですよ。基本的になるところはある程度フォーマット作って、あとはみんなで相談して、都合を合わせてということですかね。12人いたらね、誰が誰に伝達するとか、そんなんマネージャーがおるわけちゃうんでしょ。じゃないですね。だからやっぱりそういうのもやらないから大変やんね。週1回、練習で集まってるので。毎週集まってんの。そこで連絡するんだ。40年間毎週会ってるんです。そうです。すごいすごい、すごいな。そうですね、週1回なかなか家族にも呆れられてますけど、てますね、もう。そうでないとさっきね、ライブ版聞かせていただいたけど、あんだけの音できんやろな。これ例えば月に1回だけなんですけど、あるやんか。ね、趣味でやるパターンっていろんなパターンがあるから、ほんだらやっぱりその中にもこんな週1回集まってガーンとやってある言うたら、すごいことや思うわ俺。いえいえ、
ね、あのもう楽しみそれだけなんで楽しみそれだけ悲しいなちょっとそうか、いやいや、でもその通りだ、ね、あまあね、さあそんな今日来ていただいてる、まあ、ドラゴンさんと山崎さんが、はい、これリスナーさんにチケットプレゼントを、え違うわ、あこれ今日プレゼント T シャツ、 T シャツとチケット2枚セットで2名様、あ今山崎さんが着ていらっしゃるこのおしゃれな40周年記念の T シャツ M サイズを1枚と、はい、招待チケット、これは10月12日のライブですね、はいはい、これ2枚セットにして2名様にプレゼント、はい、ありがとうございます。応募があるとええのにな、応募なかったら寂しいなそれあの後でよろしくお願いします、写真も撮りますしね、写真な、うん、写真撮るから奈美ちゃんの話りますから2人何も聞いてんかったけどじゃあ後で番組終わりに、ね、番組のホームページに載っけさせていただきます、はい、山崎さんが着てる T シャツです、はい、でちょっとごめんなさい、これをデザインしたのが山崎さんで、はい、あそうです、私山崎がデザインしました、あのねごめんなさい、はい、僕 そんなん聞いたら山崎さんがデザインしてモジョサム、はい、フォーティース、うん、ピーシーング、ね、ライジング、あライジング、ライジング1979、そうです、はい、でこれを見てね僕、はい、あのいろんなそういうソウル の昔やったら LP ジャケット、あ、はい、あの僕ごめんなさい、ビートルズのラバーソウルっていう、ラバーソウルもこういうような書体のですよね、そうですね、はいはい、そのかなわん話やな今だんだん謎が解けてきたけどそうです、ね、ちゃんとそういう、ね、はい、あのデザインのそうです、ね、ものを取り入れてはるわ、はい、やっぱり60年代70年代のああいうアルバムのアートワークっていうのが結構こうサイケデリック の, その、まあ、文化の中で作られてたので、割とこういうような書体がよく使われてるんですよね。サイケね。サイケなんです。サイケだなーって流行りましたな。そうです。サイケだなーです。だからこれをなんちゃんね、モジョサムとか別に関係なく知らなくても、はいはい、これ着てあったらおしゃれやな。おしゃれです。あ、そうですか。ありがとうございます。おしゃれよ。白地に、ね、赤い文字なんですけれども、うん、その派手すぎず、でもインパクトもあるっていう感じで。あのライブでもまだ販売もしておりますので、ライブ会場でも。じゃあ欲しいという方はライブ会場でお求めください。ちなみに何ぼしますのそれ、あ、T シャツあの、うん、1200円あいただいております、お求めやすいありがとうございます、込み込み1200円でございます、はい、で宛先ですけれども、はい、いつものところまでお願いします、はい、メールの宛先、うん、para@kbs.kyotoです、うん、para@kbs.kyoto です、ファックス番号は075-431-2300です、075-431-2300までお待ちしています。こちらの締め切り今日の番組終了までとさせていただきます。そして発表は発送をもって返させていただきます。はい、ぜひ応募してください。本当ですよね、あのたくさん皆さんご応募待ってますねさあ、10月12日ぜひその日空いてるよって方、あのちょっとチェックしていただいて、うん、モジョサムでチェックしてください。で12日実徳へ一度生で皆さんもありがとうございます、見ていただければと思いますが、はい、あのそうしましたら最後に、うん、もう一曲聴いていただきながらお別れしたいと思うんですが、今度最後に何を聴いていただきましょう。憧れのモータウンサウンドなんですけど、あモータウン、ね、大好きな、はい、あのモータウンの、はいはいはい、もう名だたるあの有名な、ね、歌手たちがいるモータウンの中の曲ですね、はい、はい、そうです。これあんだら最後もこれ当然ドラゴンさんに紹介してもらってお別れしたいと思うんですが、ありがとうございます。まずはあの聞いていただく前に、うん、お二人本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。あのね長いトンネルから出てきたようなそんな気持ちにで今日お寄せていただきました、うん、長いトンネルこう日が当たったみたいななんかそんな気持ちで、ね、ここドラゴンさんあの外ね、はい、ちゃんと火入ってくるスタジオね確かに入ってますけどね本当に12日あのどうぞ盛大に、はい、どうもありがとうございます、はい、それでは最後に、紹介をドラゴンさんにお願いしましょう。 ありがとうございます、はい、モータウンサウンドですけど、ホートップスというところがやってました、うんうん、ベビーアイニージョーラビン、ラビンっていうのがいいらしいです。ラブじゃなくてラビン、ラビンで愛してねと、あなたに愛してほしいのっ
というラブソングでございます。はい、よろしくお願いします。モジョサムさんの、はい、の我々の演奏です。はい、我々の演奏です。下手くそな演奏でごめんなさい。とんでもございません。ありがとうございました。今日はライブお待ちしております。はい、モジョサムのお二人に来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。どうもすみません。ありがとうございます。Thank you.